ジャルサブチャンネル始めましたということで、そろそろ飽きてきたかもしれませんが、パイロットの久保田です。よろしくお願いします。お願いします。今回お届けする内容は JAL パイロットの1日のスケジュールということで、気になっている方も気になっていない方も見てください。今回初めて久保田さんが一人なんですけど、はい、緊張されます？地獄ですねそんなには見えないですけどね。地獄です。地獄ですか。実はですね、6月に CA さんの1日スケジュールっていう動画を上げたんですけども、はい、結構それ反響がありまして、あの CA さん以外のスケジュールも知りたいよというコメントがいただきましたので、はい、今回パイロットの久保田さんにスケジュールを教えていただきたいなと思っております。国際線の想定ですかね、今回は。そうですね、一応なんか羽田ニューヨークですか、想定してご紹介していこうかなと思います。まずですね、朝だいたい6時半ぐらい起床します。もともと決まってたスケジュールでフライトする場合は6時半ぐらい、これ以外に急遽朝電話かかってきて今からニューヨーク行ってくださいっていうパターンもあるので、その場合はこの限りではないということで。電話が来るのは何時ぐらいなんですか？めちゃくちゃですね。急に誰かが体調壊したとか、そういうのあるともうそのタイミングでかかってくるので、夜中だろうが常に枕元には携帯電話がある状態あります。爆音で流れるようにしてます。そこから準備をするって感じですね。そうです、まあ、身だしなみ整えて朝ごはん食べて大体8時ぐらいに返してきます。でその後会社で制服に着替えたり、あとはその日のデータっていうんですか、我々の運航に必要な情報を皆さんで集合して話し合う前に一度自分で確認します。大体全員集合する時間、これショーアップっていうんですけれども、まあ、それが大体9時15分ですねになります。で、まあ、ブリーフィングって出てるかもしれないんですけども、全員で集まってその日の1日の運航の情報を確認することをブリーフィングを始めますっていうふうに、言いますね。大体ニューヨーク便ですと機長2人、機操縦士1名、もしくは機長3名が通常の運航になります。それが終わると飛行機に向かいます。で飛行機に着くのが大体出発時刻の1時間前ぐらいかなと思いますね。到着すると整備さんとか CA の方々とその日1日必要な情報を確認するという流れになります。まあ、整備さんとはその日の航空機の整備状況とかを確認したり、 CA の方とはまあ揺れの情報とか、どれくらい飛行時間がかかるのかとか、ベルトサインは何時頃着く予定ですとか、まあそういう情報をまあ確認して、まあ10時30分その確認作業が全て終わって別のお客様をお迎えするという形になります。続けてじゃあお客さんも全員乗りました、貨物も全部乗りましたってなると、ドアが全て閉まります。で整備さんから出発日完了の連絡と、 CA さんからお客様全員乗りましたっていう連絡が来ます。でそれをいただいて我々は管制に出発の許可をもらいます。でそこから滑走路まで20分程度地上走行した後に離陸になります。で離陸してシートベルト着用のサインが切れた後は、まあ、管制の指示に従って太平洋上に向かって出ていきます。ちなみに食事とかってどういう感じで食べるんでしょうか？まあ、1食目は基本的に長いフライトだと大体午前中の出発が、まあ、基本的には多いので、まあ、離陸した後、まあ、落ち着いたタイミングが大体お昼ご飯のタイミングになります。で2食目は人によりますね。でそこから、まあ、大体ニューヨーク便ですと飛行時間12時間程度になります。これを乗務員の数で割った、まあ、例えば3人乗務であれば3分の1が自分の休憩時間になります。まあ、例えば12時間の飛行時間であれば4時間で、それを大体2回に分けて取ります。お休みされてたりとか、まあ、自由にされてるみたいな。そうですね、新海さんがお答えできませんって言ったんで、場所はお伝えできませんので事前準備したので気になる人は検索してくださいでそこで紙を取ったり本を読んで過ごす方もいるみたいです。まあ、そんなこんなで長い巡航を乗り越えて到着の2時間前ぐらいに着陸の準備をコックピット内で始めます。まあ、例えば何を話すかっていうと、まあ、到着経路であったり降下の速度とか、どういうタイミングでランディングギアを出すのかとか、そういうタイミングも含めてコミュニケーションを取っていきます。で到着のだいたい15分前か20分前ぐらいですかね、まあ、コックピットからちょっと聞き慣れない英語のアナウンスが入ると思うんですけど、まあ、これはつまり CA の方々が間もなく到着になるのでお客様のシートベルトを確認してください、安全に着陸できる状態になっているか確認してくださいっていう、まあ、合図になりますね。で無事着陸となると大体駐機場に10分から15分ですかねまでかかって、エンジンを切って諸々の確認作業して、一応我々の一旦仕事は終わりという形になります。到着後の動きも教えてもらってもいいですか？はい、皆さん飛行機いただいている間に我々は整備さんに必要な情報を書き出したりとか、フライトログというものがありますので、どれぐらいの飛行時間、どれぐらいの燃料を使ったかというものを入力したり、あとはフライトの振り返りですかね、次回以降のフライトに生かすためにフライトの振り返りをする時間になります。それがだいたい30分ぐらいって見ておけばいいかなと思うので、まあ、その到着から30分ぐらいすると我々も飛行機を降りることに
はい、その際に客室の設備に不具合がないかも確認して、飛行機に完全に異常がない、もしくは異常があった場合でも整備士さんに気づいたということを確認できれば航空が可能になります。飛行機から降りたらもう完全にお仕事は終わりですか？降りた後は、制服のまま区外地ですと、お迎えのバスとかタクシーが来てますので、それに乗り込んで宿泊先に向かうという形になります。日本時間でいうと0時だと思います。ホテル着いてから久保田さん何することが多いですか？まずシャワー浴びますね。12時間とか飛ぶとドロッドロになってるんですよ。今もちょっとなんか汗でドロドロになってると思うんですけどこんな感じで多分YouTube 30分ぐらいの、はい、同じぐらいの汗かいてます。暑いというよりか緊張とかそういうところで、普通にただただ長時間の疲労、あと機内の環境も過酷なので乾燥してたりとか、はい、そういうのもあってとんでもなく汚い汗をかきますちょっとあんまり使えないかもしれないですけど、はい、使えないですか？いや、わかんないですすごく、はい、綺麗な汗をかきますなので、シャワー浴びますかね。その後は自由なんですけど、大体アメリカだと到着が午前中になりますので、そのまま必要な食料を買い出しに行く方もいますし、すぐシャワー浴びて寝る方もいますし、おのおのっていう形ですね。一緒にフライトした仲間といいますか、はい、と共に行動するケースとかお食事行くケースとかってはあったりしますか？ありますね。アメリカは特に、午前中に着いて夕方まで時間があるので、しんどい方もそこで一回休憩、仮眠を取るなりできるので、結構みんなでご飯行くって言っても出かけやすい状況かなとは思いますね。ヨーロッパとかですと夕方着くので夜中まで仕事して夜中着いてそこからご飯行くかっていうと結構体力勝負なところがあるので、よっぽど仲良くないと行かないかもしれません人によりますね。ごめんなさい、言い忘れました。すっごい仲悪い人とは元気でも行かない先に CA 編が流れたじゃないですか、はい、CA さん休憩3時間って言ったんですよ。僕今日4時間って言ったんですよ。しんどいって言いづらいんですよ顔テカリめちゃくちゃ汗かくんで暑いですよね。すいません、暑いし緊張もありますから、ね、気になってないでしょ誰も。スケジュール